恐ろしい指導者の誕生である。そやな、盗めばって。アリス信用、おお。あれなんや、盗みに行かんねや、先にこっちの話進むんや。きっと助けてくれる。すぐに嫌なことも忘れられるはず。ほらや、幽霊屋敷やん、こんなもん。ついた。ここ入る勇気はねえよ。インターホンは？なんでカーラ編はだいたい雨な？なんでカーラはだいたい濡れに濡れるん？連打したれ。逃げるぞ、ピンポンダッシュや。おお、暴れるかやった。ズラトコさんですか？ズラトコ、何の用だ？助けてもらえませんか？何の話かわからん。さあ帰って。ズラちゃんは悪いな。ズラではないな。お願い助けて。わ、いやらしい目。あ、こいつ小児愛者か。入れ。アリスがええんか、お前もしかして。トッドに似とるな、踏んで。なんで漏れなく小太りなの。さあ入って、遠慮はいらん。手のひら返すやん。小さい子がかわいそうだから受け入れたんやろ。あ、そっちか、ね、そっちか。ルーサー、お嬢さん方のコートをお預かりして。お嬢さん。ああ大丈夫だよ。ルーサー、ルーサー怖。ルーサーは私が助けたアンドロイドの一人だ。お、家がこんなに大きくても一人だと寂しいからな。いやでもそのガチムチアンドロイドはちょっと誤解されかねんって。さあくつろぐといい。そんな急にくつろぐといいって言われてもな、なかなかくつろげんな。気使ってまう。やりづれ。私のことは誰から？通りすがりのアンドロイドが助けてくれるかもって。なるほど。後ろの絵画も怖いな。むっちゃ睨んでくるやん、うん、変異体か。なんか指先えらい汚れてたな。その子は右手の指どうしたん？それ2本、人差し指と中指。で、何それ。安全な場所に行きたいのか。人生をやり直せる。カーラ、ちょっとシャツ広げすぎちゃう。ボタンもうちょっと、あと1個ボタン止めた方がええんちゃう。景色もいいし空気も新鮮で土地も広い。ちょっとはだけすぎ。アンドロイド法もないしな。新規一点にはもってこいだ。ええ、そのそういう場所に行きたくって。だろうな。手助けはできる。だがまずトラッカーを取り除かないと。トラッカー。ああ、アンドロイドには位置を特定するモジュールが取られているんだよ。すぐ全部捕まっとるやろ。それさえ外してしまえば君たちも安全だ。ほら来なさい。アンドロイドはそのこと知らんのか。ああ、その子は今で待たせておくといい。いえ、この子も一緒に行きます。そうか、怪しい。こっちだ。必要なものは地下にある。地下。あ、ビリヤードしようぜ。片付ける。ここで探索しても何もないんやろうな。もうついていくしかないんやろうな。アリス来なさい。本棚？なんで本棚に注視するんや？なんかあんの？
何もないじゃん。超待ってくれるやん。私ここ嫌い。あの人も。俺も嫌い。きっと良くないことが起こるよ。預言者？あ。落ち着かせよ。変わった人だけど、きっと信用できる。ほんまに？それにこうするしかないの。まあこうするしかないかもしらんけど。散らかってて悪いな。散らかりすぎちゃう。機械を隠しておかなきゃならない。ね、こんな研究所みたいな。トラッカーを取り外すのは違法だからな。快適でもバレちゃ身も蓋もないだろう。アリスどうした？その子が怖がってなければいいんだが。いえ、この子は平気です。そうか。どうした？何見てんの？あ？さあほらこっちだ。ロック解除されたな。うん？俺これメタルギアで見たな。スネークが電気流されてたぞ。それじゃあそこに立ってくれるかな。何これ、ずらとこの機械に乗る。ボタン連打だ。おお、ボタン連打でうおーって言いながら耐えてた。あれ2でライデンもやってた。乗る。服このままでいいんですか？脱いだ方がいいですか？脱いだ方がいいなら全然おっしゃっていただければ。先に言っておくが、少々痛む。ああ、吊り下げんの？お？あお。あ、アリス。不思議というか。お？どういうわけかは知らんが。何ですか？トラッカーは変異体になると機能しない。じゃあ取り外さんでいいやん。だから見つけづらいんだ。え？つまり。トラッカーを取り除く必要なんてないだよ。え、でもさっき。おい、ずら。人は疑うということを知る。まあアンドロイドなんですけどね。変異体は実に無知なやつばかりだ。お前らはみんな俺に助けを求めてやってくる。そいつらを初期化して無理払う。おい、に逃がせ。おい、離せ。じゃなきゃここで実験に使う。実験？いや、やめて！リセットなんて嫌！やめて！いや、ちょっと、連打か？ガキがいたんだったな。忘れてた。そっちがメインちゃうんか。ああ、閉じ込めとけ。そいつは無駄にする気や。アリス、いや！おお。お、優しい。母親ごっこをする変異体か。こりゃ感動ものだな。ふざけんな。だが愚かだ。愚か。さあ苦しみから銃ないんか。おいおい、銃はインテレは関係ない関係ない。あ、ちょっと、あちょっとリセットされる。あ、ちょっと、え、なんかないの。あと3波。銃ないのか。ってやつは厄介だ。いつも同じ終わり方をする。失望だけが残る。正直超見てくれ。記憶感情もない方がマシってやつさ。ちょっとなんかないの。なんかないの。夢は終わらねえ。希望が裏切られることもな。あ、もう羨ましいくらいさ。リセット。あもう目が。あ、アリス。かわいそうなアリス。メモリ破損検知。ママはもうお前のことを。え、ちょっと嘘やん。すっかり忘れ。え、 14% しかまだ終わってへんけど。ねえ、どうしたの。ちょ、 14% ぐらいやったらまだ全然耐えてるやろ。ちょ、アリスがなんかいたずらされてない。ちょっとやめろよ。足動くやろ。それじゃあたっぷりお。あ、ちょっとやめ。おや、カーラ起きて。カーラ、ちょっと、おい、お前ちょっとお前、おい、助けたれ。リビングに来るんだ。ゲームオーバーですかね。そうやん、終わり。え、ちょっと、カーラも死ぬの。あ、終わった。ここから逃げる。どうやって。押す。
で、で、押したけどパーセントわからんようになっただけちゃうの。押す。とりあえず手当たり次第蹴飛ばす。は？いや。なに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 ？サーキットをショートさせる。どうやって？え？倒したやつになんかあんのか？なんもねえ。え？足元？足元はこれ以上見えへん。え？いや無理無理無理。おおおおお、赤やとりあえず。赤いケーブル届け。で引っ張れ引っ張れ入る。え？あれ間に合わんかった？あれかカーラ？え？タイムアップ。え？え嘘やろ？え？抜いたけど？あ、そっちじゃなかった？嘘。あ、そっか。そうなんや。もう俺はアリス。何もかも遅かった。何これ？え？お！お！取り返せ。あ、文字化けしてる。私。まだ何か可能性があるのか。ここか。ちょうどここら辺にアリスが見る。うう、助けてくれ。こう、え、助けます。じゃあじゃあ助ける。なんかいっぱいおる。記憶が消された。俺も。え、うわ、ちょ怖いって。そんなまさか。じゃあお前なんか怖いって。思い出してカーラ。なんでお前らが知ってんの？あの子のためにも。あ、エッチ。俺たちをもて遊んで。え、怖。改造されてるやん。うさばらししてるんだよ。え？でもやつこそ化け物だ。そうね。うわ、ちょっと、あ、これ大丈夫ですか？何それ。あれ、バンされてもおかしないぞ。自分が誰なのか思い出せ。じゃないとあの死んでしまう。ちょ、カーラ思い出して。いや絶対あかんやん。まだ動いてんな。まだ YouTube 動いてんな。よし。あれ、え、アリスが見てたのって、うわ、腕むき出しやん。つか助けたけどあいつら出てこへんのか。え、ご主人様がリビングでお呼びだぞ。じゃあだからリビング行くんやけどさ、記憶、え、メモリー、あ、これで思い出せって。おお、断片的に。結構メモリって簡単に修復できんねんな。え？このまま行くんか。ガバガバタンタン、ガバガバタンタンでええんか。ん？これを見て。ハードディスクをフォーマットしても復元できるからな。ああ、じゃあいけるな。え、なんでこの回が注目とかすんの。来たぞズラトコ。ご主人様の食事だ。あ、お前ズラトコじゃない。持って行け。はいはい。はい、ルーサー。これの食事持っていくので、あのトットに食事出したの思い出したり。どこおんのあいつ。ズラトコどこおんの。上？ 2 階か。えらい遠いとこおんな。ちゃんとキッチンというかダイニングで食えよ。なんで自室やねん。めんどくさいな。
自分で取りに来い。あそこのテーブルの上に置いておけ。何してはるんですか。テーブルってここ？あそこのテーブルってどこへ？ここが？これアリスちゃうやろうな。アリスではなかったけど。なんか可愛いもん食ってんな。残骸を処分しよう。残骸。隣の部屋に持ってけ。あ、トットのことを思い出した。嫌な記憶が。おい、聞いてたのか。はい、聞いてました。はい、ご主人様。いい返事。残骸、これ綺麗。ルーサー動きそう。ルーサー、ルーサー改造されてない。お呼びですか。あと10分もすればここも片付く。そしたらガキをどうするか決めるぞ。はい、ご主人様。うわ、なんか這いずり回ってる。子供を連れてきます。え、何それ。え、残り10分で何、子供を探してこなあかんのか。あの子、あの女の子は誰、どの女の子、思い出せ。どうやってや。なんか光ってる。多分意味ないんやろうな。ちょ、時間ないのに変なところ引っかかんのやめて。カルナック城爆発まであと10分。懐かしい。ガンムシ、うぇい。ここで何している。ご主人様が許可したのか。見る必要ある。ご主人様には逆らうな。そう、逆らってはならない。どこにおんねや。このアタッシュケースなんかあんの。これさっきの部屋か。観察する。あれ、レッドアイス。あ、思い出す。でも思い出すのはトットのことばっかり。アリスのことは何一つ思い出さへん。なんでそんな嫌な。なんでそんな記憶だけが蘇るんですか。あれ、またお前か。え、思い出せ。お前喋れんか。え、何もないんかい。何もないんやったら出てくんなよ。え、こっちはうろちょろしすぎちゃう？アリスどこよ？え？なんかある。お母さんのアンドロイドは見つかったかね？でもそれは諦めてるやん。昨夜デトロイトのコンビニエンスストアで強盗事件が発生しました。情報によるとネジ係が少女を連れた若い女性に突然襲われた。いや、何もしてないですよ。やめてくださいよ。襲われたなんて人。あの、ろくな記憶が蘇らんねんけど。これらの情報が事実だとすると、この事件は名前を思い出した。お、初のケースとなります。アリスどこや。記憶は記憶は戻ったけど、下か。アリスはどこの部屋に。またタイムアップか。いや、なんかえらいカクつくな。見つけた。よしよし、早く帰ろう。早く出て行こう、こんなとこ。カーラ、カーラ覚えてる。よかった、消去されへんかった。本当にごめんね。こんなとこ来るべきじゃなかった。お前やで。なんてとこ教えてくれたんや、あのアンドロイドは。行きましょう。音を立てないようについてきて。え、難しい。なんかシャイニングみたいに扉割れてんねんけど。あれ、でもそこ、あ、行った。お呼びですか。行った行った。こいつは終わりだ。ガキを連れてこい。はい、ただいま。え、いや、あかんやんじゃん。
こっちからか。大きな部屋へ隠れる。いや隠れんでええんちゃう。ご主人様。あやべ。なんだ。違う。どこ行ってんすか。突然いなくなるはずないだろう。どこかにいるはずだ。何ボケットしてる。ちょっと隠れて。探してこい。くそ。どこに行った。なんかヤバいもん見えてる。これ大丈夫か。さっさと奴らを見つけろ。え、これ見つかったらどうなんの。あ、アンドロイドの分際で見つけたぞ。さあ、かくれんぼはおしまいだ。銃は銃持ってへんのか。あ、やっべやっばやっべえもん持ってる。ボタン間違えた。でもこっちの方が結果早そう。あぶね。おい走ったって無駄だぞ。絶対に逃がさしねえ。よし、やれチャンス。ナイス。ショットガンパクロ。ショットガン奪えあぶね。おい、こっから油断できんな。あくそ。ボタン矢印じゃなかった。コントローラー操作やった。避けたって。あぶね。いた、あそこだ。ちょ怖いな。危ないな。容赦なくショットガン。ショットガン十分。どんだけお前相談数あんねん。え、なに見つかった方が良かった。裏口見つかった方が早い。正面はなんかまずそう。いや、それはその抵抗は弱いやん。あ、よしえ、あ、ちょっとアリス。いて、アリス。いや、終わった。行くの、急いで逃げるの。間違えたかも。あ、裏口じゃなかった。あ、言っただろう、夢ってやつは厄介だ。夢は終わらねえ。よくも逆らいやがって。あ、ここか。お、あれ何してんだ。早くそこ。なんで、ね、シャイニングルート。どっか。シャイニングルート。さっさとそこをどかなきゃお前にぶっ放す。なんで急に。え、おい、何しやがんだ。ちょっと待って。あ、どういうつもりだ。パーティー会場。なんでここに。誰が出した。私です。こっちに来るな。おい、やめろ。ちょっと従え。あ、やべ。俺はお前のご主人様だぞ。タコ殴りされてる。とりあえずショット見せられないよ。そりゃそうやろ。あ、結構でもあっさり、案外そんないたぶらずに終わらせてくれたな。なんでお前はこっちに寝返ったんや。とりあえずそのショットガン持っていこう。すまんかった。お前も。俺はあいつの言いなりだったんだ。この二人を見てあれか、心を。その子がお前のために危険を犯すのを見て、おうおう、まるで初めて目を開けた気分になった。結構目開いてるけど。やっと目が覚めたんだよ。あんなことをした後じゃ信用できないだろうが。そうね。国境越えを助けてくれる人。本当に？また同じような人紹介するんじゃないやろうな。俺も一緒に行こう。俺がお前と、うん、その子を守ってやる。本当に？さっき守ってくれたけど、まあ頼る人もおらんけどな。分かった。信じるわ。まあまあ。ゾロすぎ放題。しゃあない。行くあてないんやから。信用するしか。なんで黒人にこんなことを。差別。黒人の前にアンドロイドやね。
あ、全然記憶た全然違う、あの全然記憶を取り返せてないんやけど、 50% カーラ初期化される 54%、 だいたいみんな初期化されてんな。新しい主人に従う、アンドロイドの胴体を下ろす、物置に入る、浴槽に入る、浴槽で騒がしいアンドロイドを見つける、で家の中を探索して記憶をも取り戻す、4つ。あ、死亡のニュースって意外と見てないんやみんな。へえ、 10% だけか。十分記憶を思い出した、メモリーを回復した、ろくな思い出ばかりなかったけどな。え、 2% アリス見つけれてないの。ズラとこの家を探索してアリスを見つける、なんかここをすっぽり抜けてんな。寝室に入る、クローゼットに入る、見つかってしまう、大体みんな見つかってんやん。ばあさんのアンドロイドが行方不明定期、そのままずっとなく、そのままずっとなくなってるぞ。どうすっかな、40分か、もう終わるか。ここで終わって、続きはまた明日。プツプツ問題ちょっと解決頑張ってみるわ。頑張れ。じゃあちょっと本日はこれで終わりたいと思います。続きは明日の何時、俺も仕事頑張る。頑張ってください、ご苦労様です。明日の13時です。13時からこの続きやります。プツプツ問題は頑張ります。じゃあお疲れ様でした。女お疲れ様でした。あ、そして気づく、選択肢多くて楽しいけど差分回収したくないでござる。おつえこう、お疲れ、ディスコンネクト。